ローキンソシエダ久保建英さん前半終了時に弓を失う。前半終了時に上裸の久保建英さんが発見される。そのままロッカールームへ。またイエロー出ても知らんぞ。本当は脱ぎたいくらい嬉しかったんでしょうが、脱ぐと怒られるから前半終了まで我慢したんでしょうね。キム脱ぎ。久保くん、何してんねん。何がおもろいって試合終了じゃなくてまだ前半終了なんよ。竹久保すぐ脱ぐな。もうシャツあげてるし。おっさんに弓プレゼントしてた竹、そんな趣味が。久保は得点決めるとどうしても弓脱がなきゃならない使命感に駆られることは十分わかった。試合中にしなくなっただけ成長したやん。こういうとこも好き。